ぐらい、大丈夫かな？撮れてますか？相変わらず、録画開始しているのかいないのか、いまいち分かっていないけども、大丈夫そうでしょうか？はい、皆さん、こんにちは。毎度、今回の動画はですね、なんと申しましょうか。今年から僕が、YouTuber として、まあ、ちょっとね、個人ながら、ちょっとね、やっていこうかと思っているところがあって、ね、サイクル的にはね、そんなパン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 動画アップできるわけではないんですけども、動画のタイトルにある通り、これから僕はね、ちょいちょいね、歌、ソングの、カラオケデータをね、皆様にご提供していこうかと、その発表の動画でございます。とどのつまり、これからやってくよっていう告知です。で、僕のチャンネルでは、主に、最近ではめっきりね、ただただゲームで遊んでいるところを生放送したり、主にゲームのチャンネルになっちゃってるんですけど、僕自身はクリエイターでして、3D モデリング、ね、テクスチャー作ったり、モデリングをしたり、もちろんイラストレーターでもあるので、漫画、イラスト、CG ね、フォトショップ、ペイントショップとか使って、お絵描きもしております。で、もちろん、ミュージシャンですから、ミュージシャンでもありますから、ね、ソングライター、曲を作ったり、曲のアレンジをね、させてもらったり、ね、その BGM を作らせてもらったりと、多方面に活動しているんだけども、チャンネル自体はゲームばっかりっていうね。うん、なので、そろそろね、何かその、YouTube だから見るわけですけども、見るだけじゃなくて、何かその、見た後に持って帰れることができる、なんかデータと、なんか得する要素をね、やっぱ、提供したいと僕は、常々思っていて、で、やっぱり昨今ね、日本文化としては、僕、ミュージシャンなんで、やっぱり、歌、音楽、BGM とかそういうところにやっぱり、着手しておりまして、で、カラオケデータ、ね、日本独自かもしれないけども、やっぱ歌ってみたっていうのがね、やっぱりお手軽で、もし一般の素人の方もね、録音さえできれば、カラオケデータさえあれば、まあ、気軽に、そんなにハードルが高いもんでもないから、昨今ね、もう、パソコンがあれば、みたいなところがありますよね。で、歌ってみたっていうのが、やっぱ日本独自の文化として、やっぱり、注目に値するんじゃないかと。で、その、あまり有名じゃない曲も、ワンチャンカラオケから有名になっていく。人気が出てくる。で、歌い手さんの力を借りて、さらに、埋もれてしまってる楽曲が、その日の目を見ることも、その歌ってみたから発展していくみたいなところあるじゃないですか？特にレコード会社様、ゲーム会社様、ね。やっぱその、軽くは、軽視はできない。やっぱそこもね、やっぱ昨今、今でも、この令和の時代、やっぱそこ、軽く見ちゃいけないと思うんですよね。で、一般の方の力を借りるっていうのはね。でね、そこでちょっとちょっと話脱線しますけども、レコード会社様もね、やっぱ著作権とかありますよね。その、アニメソングですとか、その様々なゲームの楽曲ですとか、やっぱ著作権があるのは重々わかっております。ですがですね、カラオケデータっていうのは、オリジナルの音は一切使っていない。でも、ね、曲のコード進行、メロディー、ね、楽器のパート、フレーズ、それを丸まんまコピー、耳コピーして、全く同じ。でも、音源
全部入れ替わる。オリジナルになるのって、まあ、著作権としてはね、ちょっとそこは多めに見ていただきたいところではあるんですよね。厳密に言うとカラオケデータを勝手にね、無断でカラオケを作って、その不特定多数に、はいどうぞって配布するのもね、本来はいけないことな感じがしているんですね。でも、先ほど申し上げた通り、そう、歌ってみた、誰かが歌ったおかげで、その曲に日の目が当たって、ヒットするなんていうこともね、ざらにあるわけじゃないですか。なので、そこちょっと多めに見ていただきたいと。歌詞も含めて、歌詞もね、やっぱり、日本の言葉、ね、発言の自由とかとまた別ですけども、まあ、歌詞というのも、著作権があるのも重々承知しておりますが、そこはね、堅くなになってしまうのも、もう世界が縮まってしまう。広がらない。ので、ちょっと多めに見ていただきたいと、申し上げておきたい。はじめに。でね。で、今画面に映っておりますけども、右上に今もうすでに歌詞が映っております。で、この、今回取り上げる第一発目ですね。僕の活動、カラオケを配布しよう計画の第一発目の曲の紹介にも移っていいかな？言いたいこと言ったかな？まとまってないかな？なんか、ぼやーっとしてる？もう一回言うと、僕のチャンネルはゲーム実況ばっかりだけども、根本的には僕自身はクリエイターなんだっていうことをまず知っていただきたい。もちろん、このチャンネル名含めて僕は無名です。で、僕は違う名前で違うチャンネルで活動していたりするけども、このチャンネル自体は無名です。何の有名でもない。何の、なんかその、お仕事をもらって。外注の仕事をね、私がやりましたってね、チャンネル名を出してね、歌えられる仕事もしていない。無名です。で、そんな僕が、このチャンネルのことをね、たまたま訪れる方のことを考えたときに、何かその見て帰るんじゃなくて、見た後になんか持って帰れるものを提供したい。その最たるものが、僕の中では歌ってみた。をやっていらっしゃる方のためにカラオケデータを皆様にこれから僕は一曲ずつね、どんぐらいのスパンになるかわからないけどもカラオケデータをこれから配布していくよーっていうことね。で、今回その告知とともに第一発目のねこの曲を、間もなく、カラオケデータ配布しますよーっていう宣伝も込めてね、でまずその僕カラオケデータ配布するって言ってもさ、なんかぐったぐたなその安っぽいサウンドになってたらさ、注目に値しないでしょ。まあ、どのぐらいそのオリジナルに寄せているのか、オリジナルに近いサウンドに仕上げることができるのかっていうそのあたりもね、この動画でまあ、ちょっと評価していただいてね、あ、オリジナルとそっくりにこの人作れる、今後出てくるカラオケに期待できるじゃないか、使わせてもらおうかなって、もし少しでも思えてもらえる素材として、ちょっとね、この後、鳴らしていこうと思うんですね。まあもう画面に映ってますね。これですね。もう打ち込み終わって、ミキシング前、とりあえず、ピアノロールでノート打ち込んで、とりあえず、終わった状態。こっから、この後僕一旦ワブで、ウェブファイルに一旦全トラック書き出して、ワブにした状態で再び読み込んで、ワブのデータでミキシング。ね、音量の調整、イコライジング。ね、あと、なんだ、エフェクターとかね。エコーだとか、リバーブだとか。そういった、様々な加工を行って仕上げる。で、その前段階のもう打ち込み終わった状態。今回ね、お聞かせして、その判断材料、今後お前のカラオケデータ
使い物になるのかなっていうふうにね、ちょっと上から目線でちょっと僕のこの動画ね、ちょっと聞いていただければと。では、僕の活動、カラオケデータを配布しよう計画、配布して、歌ってみたの人に歌ってほしい。そんな気持ちを込めて、第一発目に、選んだ曲は、こちら。Your Majesty っていうね、これ知ってる人あんまりいないかもしれないけども、このスマートフォンゲームらしいんだよね。僕も一回ダウンロードして、で、どんなゲームか、で、どんなサウンドなのか、BGM、で、ボーカルがない BGM 含めて、そのゲームシステムだとか、その GUI、どういうボタン配置で、どういう風なデザイン、その UI デザイナーのね、そのゲームのデザインを見る、チェックする、知りたい。そんな意味で、一回ダウンロードはして、軽く遊んでみたぐらいで。で、僕としてはね、注目、このゲームの注目点は、様々な有名ボーカリスト、有名なシンガーたちが起用されていて、有名どころじゃなくて、人気のあるね、歌ってみた。で、歌ってみたって人気な方を起用して、様々な楽曲、もう膨大な曲数を誇る、ゲームなんですよね。このゲームの中でしか聴けない。このゲームの中で発売された曲、公開された曲なんていうのもいっぱいあってですね。まあ、注目していたんですね。で、ゲームはろくにね、遊んでなかったんですけども、にわかなんですけどもね。でも音楽に関する情報は、もう常にここチェックして、どんな曲出るのかな、どんなシンガーが増えるのかな、どんな方が起用されるのかなってずっとチェックしてたんですよね。まあ、そのぐらいこのゲームはね、軽んじてはいけないというか、本当に一曲一曲のクオリティがすごい。もうアニメのタイトルでもアニメのね、オープニング、エンディングでも、もう普通に使えるぐらいのクオリティ。で、作曲者、ね、作詞の方も、さることながら、各有名、人気のボーカリストさんが使われているので、非常に人気はあった。だがしかし、見てください。あ、僕で隠れて見えないか。これを動かせばいいじゃないか。残念ながらね、去年、2023年の7月末で、サービス終了しちゃったんですね、ゲーム自体は。残念ですね。このゲームからね、誕生した名曲、いっぱいあるんですけどね。なかなか有名にもならないまんま、一部の人では知られている曲みたいな感じで留まってる曲もいっぱいあるんですよ。まあ、とにかく、今回選んだのは、この Your Majesty っていうゲームの中で、起用された、使われた楽曲の一つで、この Your Majesty っていうね、この、もう終わってしまったんで、もう今後ね、このゲームを通じて、新しい曲っていうのはね、もう今後なくなっちゃったんだけども、これまでにね、公開されてきた名曲っていうのはいっぱいあってですね、今現在、まあ、軽く紹介しますけども、あ、紹介する前に、もう曲のタイトル先に出すね。こっちで見せるか。曲のタイトルは、BPM 言わないか。ビアアナーキーっていう曲名でございまして、これは、この Your Majesty っていうゲームの中で使われた曲でもあり、で、こう、見えますかね？もうちっこくて見えないかい。この曲っていうのはね、CD で発売されてるんですよ。発売されてたんですよ。おっとどうした、フリーズした。ここ2023年7月4日に CD 版のみリリースされまして、ファーストアルバムです。
で、このファーストアルバムがゲームですよ。スマートフォンのゲームですよ。このゲームの一個のゲームなのに、この CD が発売されたと。何枚組だと思いますか？特別版はね、3枚組なの。3枚組。すごいよね。BGM じゃないよ。ボーカルが入った楽曲のファーストアルバムで、ファーストアルバムで、特別版だけね、ディスク、通常版はね、ディスク1、ディスク2で2枚組なんだ。で、特別版の方はディスク3まであって、3枚組ってことはさ、なかなかスマートフォンゲーム、その1本のゲームで、歌がね、3枚組になっちゃうっていうぐらい、そんぐらい数が、その曲数が多いっていうことが、ここでわかると思うんですよ。3枚組なんですよ。で、この、Dear Anarchy っていう曲は、これはちょっとレア度が高い曲で、ボーカリスト、まずボーカリスト紹介。マーニャ役のアキナさんから、コンスタンス役の、皆さんご存知ですか？この、僕大好きな、前島まゆさん。あ、前島まゆさん。この方はですね、後でご紹介しますけども、このお二方が歌っておりまして、作曲、作詞が、シルバーナさんが、担当された、名曲。僕の中ではもう、かっこいい。いや、これもっとメジャーになっても、もっと有名になって、もっと歌ってみたで、ボーカリストさんが競い合ってもいいんじゃないか。私の方が上手いぞ、上手に歌えるんだっていうところはね、まあ、競ってもいいんじゃないかっていうぐらい、あまりにもちょっと、ローカルチック、ちょっとインディーズ状態の、まだその、お尻に火がついていない。まだこう、着火すればめっちゃボーンって爆発するのに、まだ着火前っていうような曲なんだ。今回選んだのはこの曲なわけ。で、去年の7月ね。で、7月末にゲーム終了したんだけども、終了前にファーストアルバムが出たのね。で、このアナーキー、ディアアナーキーっていう曲は、特別版のその3枚組になっている、そのディスク3にしか入っていない、そのディスク3であれば、フルで、もちろんね、フルコーラスで聴くことができるんですよ。それ、僕買ったんですよ、もう発売日に。で、発売日に買って、でディスクドライブにその CD を入れて、で、MP3 でパソコンの中に取り込んで、終わったら、箱を大切に取っておきたいから、ディスクしまって、箱にちゃんと梱包し直して、で、今どこにあるかっていうと、押し入れの奥の奥にしまっていて、今取り出せなくて諦めたの。で、今、僕のパソコンには、そのデータだけは入っていて、フルコーラス入ってるのよ。で、今回そのね、この、ディアアナーキー、前島まゆさんが、大好きなの。もう大好物。もうこのね、モビルスーツはバケモンだから、もう、前島まゆさん、もう一押しです。このモビルスーツはもうバケモノだよ。もうね、歌い方がね、ユニークすぎて、ユニークっていうのは独自ってこと。ほんとね、まずアタックで、あーっていうこの、普通なら怒鳴る、それをね、もう、簡単にポッて出せるし、で、特徴的なのが、その、フレーズの最後の部分。大概、その、スタッカートで終わるか、まあ、フェードアウトさせるのが、普通だよね。で、次のフレーズ始まる前にブレス息継ぎして、入って喋るっていう、歌うっていう。でも、この、前島さんはね、その、フレーズのね、残りカスに注目してほしいの。その、残りの部分で尺ってね、裏声、って入れるのよ、裏声。そこがね、非常にいるっぽいの。これがね、普通の人はね、やろうとしてもなかなかできないテクニック。で、これ、ね、多分ね、この前島さんの、生まれ持ったその癖だと思うんだよね。語尾をね、
うってこう上に上げて裏声にして、で次のフレーズに持っていく。でね、そのね、歌い方がね、もう絶妙なので、そこをね、売りに、その前島さんがもし売りにしてガンガン入れるとくどくなるんじゃない。そこのさじ加減もうまいの。裏に持っていくところと持っていかないところ、でアタック、その言葉のセリフの始めにあーっていうこのダミ声にする部分としないところのその量、適切な量、全然くどくが、くどくもないんだけど、あっ、今入った、今やった、ね、あ、今ゴミ裏に入れた、スイッチ入れたみたいなね、そこもね、もう出す曲出す曲聞く曲ね、もう絶妙なのよ、歌い方が。こんなことで尺使うなって、もう20分喋ってるもんね。とりあえず今回、僕が選んだ第一発目のカラオケデータ配布予定の曲、このピュア・アナーキーで、ファーストアルバムのディスク3のトップのすごくレアな曲で、ディスク版にはフルコーラスで聴くことができますよと。でもちろん、まあ、いいや、曲情報はこれでいいね。で、歌詞はこれなんだけども、今現在 YouTube の方で、ま、Your Majesty の、これ、Your Majesty の、あ、これ、見る？今なんでこのページ開いてんだろう。あ、てね、あ、そうそう、これも宣伝しておこう。もう、これ終わったゲームですよ。もう去年の4月末に終了したゲームなんだけども、ゲームは終わったけども、まだまだね、その、なんていうか、その、販売していない新しい新曲、その後にもね、その、まだ世の中に出し切っていない、ゲームの中では実装したけども、まだその世の中にちゃんと出していない楽曲っていうのもまだまだあるんで、で、この度、さっき言ったその、僕が今回カラオケデータで作ったピュア・アナーキー、ファーストアルバムね。ファーストアルバム。これ当初は、あ、もう消しちゃったか。CD のみ。初回がディスク3枚組。で、通常版がディスク2枚組になっちゃうのかな？ 1、2 しかなくて、ディスク3が聞けない。梱包されていない。同梱していない。でね、今年の4月23日、もうちょっとだね、もうちょっとで、これがね、CD 版ではなくて、今度ダウンロード販売。版を買わなくても、CD を買わなくても、もう直接インターネットからダウンロードして聞くことができる、自分のものにね、できると。それが、今月の、末23日にダウンロード配信が開始予定となっております。でですよ。もうゲーム終了したんですよ。ゲームは差し押しているんですが、このファーストアルバムが出した後に続々とね、新しいシンガー追加、で、曲も追加していって、その、ファーストアルバムに含められなかった曲が含められて、このセカンドアルバムがね、来月5月8日にデジタルでリリース。CD も出すのかな、わかんないけど、とりあえずデジタルでダウンロード販売するっていうことですよ。これは決定してるんですね。で、どんなアーティスト、どんなね、シンガー、ボーカリストが参加しているのか、もしね、よろしかったら YouTube で検索してみて。Your Majesty でいっぱい出てくるから、名曲の数々。うん。で、有名どころだと、その、前島、あ、じゃない、前島、前さん含めて、他、今、ポッと出てくるのは、ナノさん？男性ボーカルのね、ロックとかすごく上手な、ナノさんとかも、もう参加してる。他、有名、大人気の、男性ボーカル、女性ボーカル、数々の方が参加しているのって、もうこれ買ってもいいレベル。Your Majesty っていうね、そんなゲーム知らないよ、じゃなくて、まずアーティストとして、この作品を、曲を、注目していただきたいと。検索してみて。口回ってないな、相変わらず。検索してみて。で、今回、
僕が、打ち込んだ、カラオケデータ配布予定の曲、まずオリジナルを聴いてみましょうじゃないか。で、聞いたことがない方、ね、その、言ったその、前島真由さんの歌声、あと、明菜さん、この二人のペアのね、ダブルボーカルで奏でられるこのかっこいい曲、まずオリジナルを聴いてみましょう、最後まで。で、これね、ワンコーラスだけなのよ。で、歌詞、公開されてる歌詞もね、ワンコーラス分だけなの。僕はね、フルコーラス一応、耳で聴いてね、だって歌詞カード含めてあの、押し入れの奥だから取り出せないんだよ、今や。だから、うる覚えで、2番もね、ちゃんと作ってあるんだけど、この歌詞カードもね、一緒に配布しちゃダメなんだろうけども、配布しちゃうんで、テキストファイルも、セットで公開するんで、大きい声で言えないけど、ま、とりあえず聞いてみましょう。こういう曲です。歌で始めようかって、僕が歌っちゃダメだよね。ちょっと待って、ごめん。この音聞いといて、サウンド。今の歌声が前島さん。で、次、明菜さん。はい、ああ、前島さんかっこいい。タランタランタン。いいでしょ？これあまりそこまで有名にはなってないっていうのが僕的にはね、残念で。でね、ちょっと話、ちょっとも、巻き戻るけども、この Your Majesty の曲ね、この曲、ゲーム内でも、その CD、ファーストアルバム、今現在は CD 版しかないんだけども、カラオケデータが存在しないのよ。ボーカルが入ったバージョンしか世の中に存在していないの。だから、歌ってみたをやるには、ね、これ完全に著作権侵害になるけども、ボーカルだけをとある方法で、ボーカルだけを抜き取って消して、そのオリジナルの、データ、サウンドを使う。ボーカルだけを消して、オリジナルから、オケデータだけにして歌うことしかできない。で、これ完全に、著作権侵害に、もう間違いなく著作権侵害。それをやっちゃうと。でも、ちょっと BGM。まあそういうことね。世の中にそのカラオケデータが存在しないと。で、この曲検索したらね、二人か三人ぐらいね、このカラオケデータを作ってる人はいらっしゃった。しかし、ちょっと、お世辞にもね、ちょっと、その、昭和、いや、平成ぐらいの、なんかミディ音源みたいな形のね、ちょっとね、オリジナルとはちょっとほど遠い品質で、一応カラオケなんだけども、特にね、今これ流れたのはワンコーラスのみなのよ。で、歌詞は2番もあって、フルコーラスになるともっとその先もあるのよ。で、その世の中に出ているこの
ピュア・アナーキーの曲のカラオケデータはワンコーラス分しかない。で、かつ品質も、オリジナルには、到達していない品質なのね。で、ちょっと長くなるけども、田島さんっていう、あ、田島じゃないや、前島、前さん。どういう方なのかって、知らない人いないと思うけども、一応軽く紹介するね。ディスコグラフィー。もうみんな聞いたことあるはず。特にその、ボーカリストに注目していないっていう方もね、歌を聴けばわかると思うんだ。最近だとね、この間まで放送してた、悪役令嬢レベル99。このアニメのオープニング。あれですよ、あれ。てってれってれて、あーってやつ。あーってやつ。これ、わかってる、わかる人ならさ、ちょっと今にやけたでしょ。わかるでしょ。わかるでしょ。あれ。あの曲。てってれってれて、あーこの曲もね、僕何回も歌ったね。耳コピーしようかなって思ったけども、これ、オフ、確かね、この曲はね、インストルメンタル、オフボーカルがね、もう、あるのよね。で、あと、この曲。この曲も、影の実力者になりたくて。ね。アトミックですよ。の、これはオープニングだったか、挿入歌か。挿入歌の方でも使われたね。で、他には、これは、これ僕の大好きな。これもう僕大好き。このストーリー。ね、異世界おじさんのオープニングですよ。わかっているかなーですよ。うん。他にも、オーバーロード。みんな大好き、オーバーロードのエンディングですとか。他にも、まだまだありますよ。究極進化した、フルダイブ RPG が現実よりもクソゲーだったらっていうね。これもちょっと、あんまり人気出なかったアニメだよね。のオープニングも歌っていらっしゃいました。これ一番有名じゃないかな、これ日本だけじゃなくて海外含めて。リゼロの、セカンドシーズンの、その後期の方の、オープニング。もう誰もが聞いたと思うよ、このラムシャーって、ラムシャーってやつね。これファーストシングルだったんだよね。ここで、まあ、知名度を獲得したかなっていうね。もう誰もが、この曲を聴いたら、あ、この方が、その前島真由さんっていう方なんだって知るきっかけになったのが、このリゼロじゃないかな。やっぱ、アニメソングの力ってすごいよね。で、それまで、それ以前にもソロ、デビューアルバム、出されていて、一部有名になった曲もね、この I Your Eyes、In Your Eyes とかも、知ってる人もいると思うね。でも、具体的に、大きく広まったのはリゼロからかね。こっからも様々な作品、ここに載ってない曲でもね、ゲームの方とか、様々な分野で歌っていらっしゃる。そんな方です。この前島麻衣さん。はい、紹介終わったかな。で、今回手掛けた楽曲の、さっき説明したっけ。とりあえず、打ち込みが終わった段階で、ミキシングがまだ終わってない状態。まだ音量バランスだとか、イコライザーとか、エフェクターとか、最低限のことしかやってなくて、この後、一旦全トラックをワブで書き出して、で、ワブでもう一回読み込み直して、ワブ状態で、音量バランス、エフェクター、どんどんかけていって、で、最後のマスタリングまで持っていくと。今は打ち込み終わった状態のピュアな状態を今お見せしている状況でございます。で、早くしないとそのオリジナルどんな曲だったかもう覚えてないよね。とりあえずね、僕が作るカラオケデータはどれぐらいの、オリジナルに、近づけているのかっていうところも含めてね、お聞きいただければと。では、カラオケデータ、あ、でね、今、まだ再生一回もやってないから、バッファリングしながらに再生されていくんだ、このソフト。で、バッファリング追いつかなくなったらね、ブチブチブチってノイズが走ったり、ちょっと、カクって止まったりするんで、ちょっと、そこは許してね。
再生しますよ。あ、最初、ボーカルだけ、ボーカルだけ入れるね。どのぐらい本物と似てるのかっていうところだけに、あと歌詞カードも見たい人は、スクロールしながら再生するんで、まず聴いてください、最後まで。YouTube では見れない2番の聞いたことない人いるんじゃないかな。この曲知ってるとしても、どうですかね。オリジナルと聞き比べると、オリジナル知ってる人はね、どれだけどのくらいオリジナルに近づいているのかっていうのがお分かりいただけたと思うのね。で、この動画ではこれまだマスタリング、ミキシングまだ終わってない状況なんですけども、ちょっとその細かく見せて終わろうかな。まずね、この最初のイントロの部分、オリジナルはこうなってます。で、僕の方、だいたいクリソツでしょ。でね、打ち込みしたことある人のために何を使ってこのギターの音を出してんのか。僕使ってるギターはね、リアル8。どこ行った？あ、これ。最近ね、僕ギターもね、いろいろ持ってんだよ。でもね、もう最近もうこれでいいよってもういう状態。他にもね、アンプルギターシリーズもいっぱい買ってんだよ。あと、メタル系もさ、なんだっけ、ギターといえば、
VST の方かな。いっぱい持ってるでしょ。あ、これ俺。これ知ってる？本当にね、ヘビメターの曲作る場合は、読み込み時間かかるな。ヘビメター作るときはこっちに頼るかな。ヘビメタ系の音はもうこれがやばい。で、普通のね、そのオーバードライブディストーションのサウンドに関してはもうこれで、なんせね、まあ初期だと、あ、こうやって今イコライザーでもうかなりローカットしてあるんだけど、もっとイコライザー切ったらずぶといディストーションサウンドなんだけども、まあ、こういうギターってさ、アンプルギターとかさ、様々なそのプラグイン、VST で、まあ可能だよね。で、何が一番楽かっていうと、ここのスイッチポンポンって入れると、下がブリッジムート、上がピッキングハーモニクスなんだ。これベロシティ、90以下のベロシティになると、弱く鍵盤を弾くと、ブリッジミュート。で、強く弾くと、もう思いっきり弾くと、ピッキングハーモニクスになるわけ。だから、ベロシティいじるだけで、ブリッジミュート。で、普通の、強さで弾けば、普通にジャーンって弾いた音になる。もうこれだけ、もう簡単。たったこれだけ、ちょんちょんってまず、とりあえずね。ブリッジミュートとピッキングハーモニクスオンにすれば、とりあえずもう打ち込みをボン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 はかどる。なんせこのベロシティ上げるか下げるかだから。一定量まで下げるともうブリッジミュート。で、その下がり具合で、そのブリッジミュートのね、どんぐらいブリッジに、その、もう完全にビタッとというブリッジにするか、ちょっと、その半クラッチみたいな。ゆるいブリッジミュートにするのかっていうのも、この強弱がもう自在なのよ。で、ギターはそれを、イーグルじゃないや、リアル8を使ってますよ、と。で、使ってるのはね、リアル8と、あとネクサス。とりあえずカラオケデータ作るんだったらもうね、やっぱネクサスのね、このパック買って、たくさん買っておけば、もう、いらないかな。他にね、他にいらないもんね。セラムとかさ、他何あったっけ？それ系の EDM 系で使えるようなシンセって。セラムと、あと、大手で言うと、スパイアか。このあたりとか全然いらないもの。で、使ってるのは、リアル8とネクサス。あと、ピアノはピアノテック、バージョン古いけどね、こいつに頼ってるかな。うん。で、ピアノテックでも、ピアノ、正直、要はイコライザー。なんか軽いピアノ。軽いなーって、ちょっと低音がないなーっていう。それはさ、イコライザーでどうとでもなるじゃん？で、これシミュレーションの、サンプル音源じゃないから、全部シミュレーションで音作っている、VST プラグインだから、その、ハンマーがね、こう、バーンと弦当たる、そのアタックの、共鳴感だとか、その、かなり硬くすることも、柔くすることも、その、ピッチをね、一弦ずつ、ピッチもね、カスタマイズできるし。うん。ピアノテックあれば、ピアノサウンドはもう、こと足りるかな。あとは、イコライザーで、グランドピアノ感を出すのか、そのね、ね。高級感を出すのか、どういう音が好みなのか、イコライザーで、どう音でもなる。あと、ピアノで重要なのは、マシンガンにならないように。ある程度ランダムにするかどうかっていうのも、ピアノテックはね、まあ、どうとでもなるし、アタックによって、細かく設定できるんで、
設定は難しいけどね。めんどくさいけど。で、この、つまり、この楽曲は全部、ギターは、リアル A と、で、シンセ系、ピアノ系は、ピアノは、ピアノテック。あと、その他のシンセ系は全部、ネクサスから、チョイスしている音。で、ちょっとずつ進めていこうかな。ベース2本。このピーピーピーってやつと低い方、これを同時に鳴らしてちょっと重厚感を出してる。オリジナルがそうなってたんだよね。で、あとちょっとミュージックボックスっぽいきらびやかなサウンド。で、これバッキングで。でね、ギターの、この曲のギターの構成がね、簡単に分けると、バッキング一人と、あと、スピーカー右左に一人ずつ。で、ハモらせてるっていう、三人構成みたいな感じで作られてるね。で、打ち込みも、これ一つのミディファイルに、こうやって、FL スタジオ、もちろんこうやって、一つのMIDIファイルにこうやって打ち込めるんだ。で、これ下パート、上パート。で、作ってますね。あ、でね、これ、僕の、この、まあ、FL スタジオっていうソフトなんだけど、今使ってるのが、この講座で、様々な講座でたびたび言ってたんだけども、僕ね、ドラムはね、あの、イージードラムみたいな VST プラグインみたいな、その、ドラムセット、1個の VST で全部のドラム、つまりその、ピアノロールで言えば、ここがキック、ここがスネアとかっていうね、ものじゃなくて、もう全部単品で使う派なんだよね。キックはキックのワンショットの WAV ファイル。スネアはスネアで、1個のスネアの WAV ファイルを使う。だから、これだったら、これだね。これもワブ。で、単品でワンショット、全部ワンショットで音を入れて、打ち込んでいくっていうのが僕のスタイル。だから瞬間的にエフェクターを、ハイハットのクローズのみにハイハットに、エフェクターを入れる、イコライザーを入れる、ディストーションかけてね、歪ませるとか。もう自由自在って音量も。で、まあ、一個のインストルメンタルになってるんで、ミキサーに突っ込んでるんで、ミキサーごとのその、このハイハットのね、チッ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 。こいつだけに対してエフェクターをね、もう自由自在にかけられるし、もう瞬間的にね。だから僕は全部ワンショット系を全部、一個一個音選んで、インストルメンタルでドラムセットを組み立てるっていうやり方で僕は作っています。なので、もう、その、気に食わなかったらもうすぐ簡単に、その、キックの音を気に入らないな、別なワーブに変えようとかっていうのも簡単にできる。ので、僕としてはこういう作り方、非常におすすめであり、そういう作り方で、やっております。キックの音で、スネアはね、2つをレイヤーにして、ハイの部分とアタックの部分と、なんかある程度分けてダブルで鳴らしてたかな。あ、これだな。2つの音組み合わせたやつがなっております。ここもね、ちゃんと打ち込んであるんだよ。これは何だったかな。
で僕耳コピーしたんだけども、こういう風に聞こえてしまったんで、こう打ち込んでるんだけど、本当に合ってるかどうかは定かじゃない。だってスコア、楽譜ってどこにもないんだもの。耳コピーの結果こうなった。このオリジナルかけるね。聞き取れる方は聞き取れると思うけど、まあこうなってるとは思うんだよね。で、僕のやつに戻します。で、こうシンセのディー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 、こういう音、これのボリューム下げて裏で改めてオリジナルかけてみるよ。聞こえるでしょ、なんとなく似てはいるでしょ。さっきも言ったけど、まだその右で打ち込んだだけで、そのボリューム調整とかね、イクライザーとか、そのまだミキシング全然やってないから、音量とかパラパラ合ってないけども、これイントロと同じ。ね、一番その A メロと同じフレーズなんだけども、ギターがちょっとねアレンジ加わってハモリが入ってんだよね。なんかこういう風に聞こえたからこう打ち込んだんだけど、オリジナル聞いてみるよ。オリジナルの方ちょっと聞き取れないけどね、僕はちょっとボリュームバランス悪いからギターがめっちゃ前に出てるけど、今のところもね、オリジナルはこうなってます。僕の方大体同じでしょ。なんか違うと思うけどね、耳に入ってくるのはこういう感じ。オリジナルの方は、僕の方大体同じです。調子にドラッグしてずらしちゃったんだな。ちょっと上書きしとか。で、オリジナルの方、ボリュームに下がるな。僕の方、違いわかる？オリジナル僕の方、違いわかんないでしょ。そのぐらいかなり寄せているつもり。
ボーカリストの方ね、この動画見てくれてるボーカリストの方、この曲ね、通常の16分連符じゃないんで、全部ね、3連なんですよ。だから、これ聞いたらわかるな。チク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 。じゃなくて、お馬さんみたいにパッカパッカパッカ、わかる？こういう3連なんで、ボーカルのふわりも3連を意識した歌い方しないとダメだからね。わかる？このこの、お馬さんのパカラみたいな、これ3連になってんのよ。だから、ボーカルジストの人ね、こう、ダラッダラっていう、そのなんか、音符が細かくなってるところ、それ3連を意識して言葉詰めて歌わないと、すごく、ずれちゃうからね、気をつけてね。で、ここでイントロに戻ってきて、こっからが皆さんが一般の人はあまり聞くことがない、 YouTube で見てる方は YouTube のワンコーラスしか聞けないわけよね、現状。で、まもなくそのダウンロード販売が今月末ぐらいにあるから、で、そのこのディア・アナーキー、この曲が特別版の初回のそのディスク3、非常にレアなディスク3にしか入っていない曲になるんで、今回ダウンロード販売するその方でディスク3はどうなるのかっていうのがちょっとまだ情報がないんだけどね。まあどうなることか。まあ今聞いてる人はちょっとラッキーかもね。2番が、続きが聞けます。ここでこういうフレーズが入るわけよ。リフっていうのかな。オリジナルの方は、次、僕の方、ちょっとボリュームバランスがね、もうちょい整えればいいんだけど、ちょっと違うけどね。まあほぼほぼ、こんなでしょ。で、ここ、これオリジナル、僕の方は、ちょっと待って、お前が活動してないな。これが効いてない。なんで？まあ、いっか。後で直そう。あ、なったなった。オリジナルの方は、フィードバックの音じゃないんだけど、あ、フィードバックか。フィードバックでも低い音だね。おおおおポポポポポポって途中でね、ダッキング入るんだけど、わかる？このポポポ、僕ね、リアル8ではね、ここのハーモニクスがね、どうもフィードバックが出なくてね、高い方になっちゃってんだよね。
わかる？ピー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 ってこう2オクターブぐらい上のハーモニクスフィードバックになっちゃってんだ。でもこれはこれでありかなっていう。大体合ってるよね。今オリジナルだね。僕の方これ完全にね、あのボリュームまだ調整してないからね、何度も言うけども、まだその完全にちゃんとミキシング しきってないから、打ち込んだだけだから音量バランスはバラバラだけども、これもね、なんかね、多分違うと思うけどね。まあ、合わせて、全部の楽器が合わさるとそこまで、不自然ではないかなっていう程度だね。オリジナルの方はね、ここちゃんと聞こえるんだよね。チャ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 ララって。トゥン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 。で、オリジナルの方。で、僕の方。あ、でさ、ここさ、あの、笑い声入ってるじゃない？ボーカルが終わった後。トゥル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 トゥンって言った後、笑い声が入るのよ。ここね、僕、笑い声だけ、あの、取り出したから、ここカラオケデータで、こうやって笑い声だけは、ここ歌ってみた。やる人、この笑い声まで再現する人っていないと思うから、この笑い声は入れとくね。つまり、まあ、こういう状態。ボーカルがないけども、で、ちゃんと笑う。笑いはやらなくていいと。で、ちゃんと笑い声を終わって、あなたのボーカルにスイッチできるから。そうしておくね。で、ここまで、オリジナル聞いたっけ？大体似てるでしょ、もう。もうどっちが本物か区別つかないくらいでもいいんじゃない、もうこれでいいんじゃないかっていうくらい。で、再生しながらコロコロ変わるね。
この状態、ここのランプついてる状態がオリジナル。で、こっちがつくと、僕のやつが再生されるってことね。ん？あ、こっちじゃないや。オリジナル。僕。全部でボーカルだけになっちゃった。オリジナル。ちょっと待って。違う。ちょっと待って。こう、で。こうだな。でも、オリジナルから。あ、このドラムで、あの、いわゆるローファイみたいに、ここはワープに書き出してから、これ、ハイカットするから。このドラムは気にしないで。元のオリジナルの方は、こう。ハイカットしてローファイっぽくなってんだけど、僕のはまだ普通にリズム刻んじゃってるけど、これリバースシンバルいらないんじゃないか。リバースシンバルじゃないな。ちょっとブリムさんとか。これはもう一番と同じサビの歌詞も。まあ、これぐらい、オリジナルに、迫った、サウンドになっておりますと。で、これをもうちょっと、ミキシングしっかりやって、エフェクター入れるものを入れて加工する部分、あと音量バランスだとか、そういうのを全部やって皆様に、配布を次の動画あたりで、カラオケデータ配布動画公開しますので、もしよろしかったら公開されたら、使っていただければと、歌ってみたをやってる方にはぜひとも使っていただければというところですね。ボーカルなしで全部聴かせますか。じゃあボーカル下げればいいか。歌ってみたをやってる方はご自身のボーカルを入れるとこうなると。
このカラオケデータを使えば、オリジナルではないんで、ポケデータ自体は著作権に仮に著作権に引っかかったとしても、 YouTube の方でね引っかかったとしても訴えられることはない。なぜならばこれは全部ポケデータは全部、個人で音をね全部オリジナルではない似てる音に全部置き換えて耳コピーして全部曲を作っているんで、本物、その商品を使っているわけではない。で、個人で作ったカラオケデータに自分のボーカルを乗せて公開しているだけなんで、楽曲はコピーだから、これは、まあ、しょうがないけども、法律的に、賠償金を求められるほどのことではないんで、YouTube の方では、収益がね、止まってしまうかもしれないけども、多分この動画自体、僕の動画自体、引っかかんないと思うんだよね。引っかかったら、もしね、アップロードして、公開前に、著作権に僕の動画が引っかかったら、このオリジナルの YouTube も再生したし、僕の動画では。で、この、DAO 上でも、DAO ソフトの中でも、オリジナルを交互に再生してたから、もうかかるんであれば、まず第一発目に僕がかかるから、もし、著作権、YouTube に著作権かかったらコメント欄にかかっちゃいました。公開するときは訴えられることはないけども、収益化はちょっとできないのでご了承くださいみたいなコメントを書き込むと思う。で、もしそれが、いつまで経っても書き込まれなかったら、著作権に引っかかってないってことだから。YouTube の、自動感知システムの方ではね。オリジナルの音は一切使っていないんで、全部オリジナルではなく、僕のライブラリーの中からこれ音似てるなっていうものに全部入れて、それで全部打ち込んでいる、コピー品ではないんで、安心してカラオケデータとして使っていただければと。このコーラス入れた方がいいですかね、ボーカル。部分的にね、コーラス、あ、どこだ？コーラスはどれだったっけ？あ、これか。このピンクのやつだ。デッド&ソウルっていうところと、ここだね、レッツバーンとオールタン、ここの2箇所の部分、あとこの笑い声でこの部分、これ入れ英語のコーラス部分ない方がいいのかな？これご自身歌ってみたらやってる方、ご自身でやる？ここで聞いても応答があるわけがないんだよな。どうしようかな、これ。とりあえず僕は入れておいてみてはいるんだ。歌詞カードさ、歌詞カードっていうか、歌詞もさ、テキストデータで、まずカラオケデータを MP3 でファイル1個。で、それとは別に、テキストファイルでこの歌詞データも2つ、
MP3 のカラオケデータ本体一つと、テキストファイル、計二つのファイルを用意して、アドレス貼っておくので、次の動画あたりで、完成品、配布、ディア、アナーキー、この曲のカラオケデータ配布っていう、次の動画で、説明の概要欄にその二つのリンクデータ先貼っておくんで、チップで一つにしないで、一個一個単品で二つの URL で直接そのファイルに飛べるように、どこにアップロードしようかな。YouTube つながりで、やっぱ G ドライブが無難か。G ドライブに URL 貼っておくんで、歌詞が欲しい人は、その歌詞も拾って、そのスマートフォンなり、パソコンの方に、MP3 1個とテキストファイル1個ダウンロードして、で、お使いの何かその編集ソフトでカラオケデータ読み込んで、で、ご自身で歌ってレコーディングして、で、レコーディングし終わったら必ずイコライザー、お使いのイコライザーで、その、必ずね、ご自身の声、声と、この楽曲の、その、ハイ、ミドル、ローのね、その、周波数に応じて、ご自身の声も、違和感がないように、馴染むように、イコライザー必ずしてね。イコライザー機能がない場合は、このソフト使えばいいよ、とりあえず。体験版。でもね、ファイルの保存、説明すると長くなるか。MP3 のファイルをね、そのまんまこのウィンドウに、このウィンドウにドラッグすればいいから。なんかね、こう、ちょっと見せちゃまずいか。例えばこうやってファイルをこうドラッグすれば、ここで読み込まれるんで。で、まずその僕のカラオケデータを読み込ませて、で、あと、設定方法はね、僕の悪いけども、もしわからなかったら、このソフトを使うっていう話の場合ね、その、繋いでいるマイクの設定方法とか、別の動画で案内しているんで、その動画探して、僕のチャンネルとか、他の YouTube チャンネルでもいいけども、FL スタジオのね、使い方講座みたいな。で、できるんで、イコライザーとか。エコーとか、リバーブだとか、様々なエフェクター標準で、搭載してますんで、このエフェクターっていうところのフルーティーっていうところに、イコライザー、この EQ2 っていうのと、あと、リバーブかけたいんだったら、この EQ2 っていうのがイコライザー。で、リバーブかけたいんだったら、このフルーティーの、リバーブだから R だね。頭文字が R。これだ。リバーブ2っていうのを使えば、とりあえず最低限の、音質の調整と、あと、ホール感、空間、広い空間で歌ってるようなリバーブ、かけられるから。今回は、ディア・アナーキーという、前島、まゆさんと、アキナさんのペアで、その、ダブルボーカルの、この曲をカラオケ化して、世の中には、この曲の良質なカラオケデータっていうのがない。しかも、フルコーラスでっていうのは、世の中には僕、今回初出しになると思うんで、世界、初だと思うね。フルコーラスの、オリジナルに迫る
サウンドで公開するのは。で、こんな感じで今後も何かその世の中には基本的にね、僕の趣旨としては世の中に、ボーカル入りは発売されている。リリースされているけども、カラオケ、ボーカルなしがないとか。いや、ボーカルなしも使っちゃダメなんだけどね、歌ってみたでは。オリジナルのカラオケデータは、あれは個人で歌って楽しむものであって、カラオケデータを使って歌ってみたで、使っていいものではないからね、あれは。あれ使うと完全にオリジナルをコピーして使ってるんでは、それは著作権侵害になるんで。それは、万が一、万が一というか、賠償求められてもそれ致し方ないからね。さすがにね。で、つまりそのね、世の中にカラオケデータがない。で、他の人もあんまりいいもの、いいサウンドで提供してくれていない。っていうようなカラオケを、今後僕は、何かね、僕が気に入った曲に限るけどね。もしね、リクエストがあれば、この曲、カラオケデータ、誰かしら作ってる人がいるんだけども、どうにもかさいと。ちょっと、投稿クリップさんにちょっと作ってもらえないだろうかっていうリクエストいただければ、作るかもしれないんで。で、僕作るってなったら、3日くらいで作っちゃうんで。で、頼まれてもいないものだったら、もう1週間とか、ワンフレーズごとの耳コピーなんで時間かかるんだ、いずれにしても。だから1日ちょびっとずつワンフレーズずつ進みながら、もう空いてる時間仕事帰ってきてご飯食べて、よし、ちょっと休むかっていう時にちょっとワンフレーズやって、で、ゲームで遊んだり、で、明日の仕事の準備したりとか、で、納品しなきゃいけないものをね、仕事の方に時間使ったりするんで、空いてる時間なんで、まあ、とにもかくにも世の中には極力いいものが出回ってないカラオケデータを、僕のユニークとして、僕のチャンネルだからこそ、他にはない、その、ね、うちのチャンネルだから、っていうところを売りになるように、売りにできるように、他のね、カラオケを作っていらっしゃる方と差別化できるように、僕は、流行り廃りは関係なく、世の中にカラオケデータがちょっとない。いいのがない。カラオケそのものがない。っていう曲を、なるべく、カラオケをね、僕が作って、歌ってみたを歌ってみたで、歌いたい方のためにデータを無料配布すると。あ、ちなみにね、僕、今後ね、まあ、今回はこの、ビアアナーキーを、間もなく、カラオケデータ無料配布するわけですけども、僕のデータ使ったからといってね、何かその、クレジット欄のところに、このカラオケデータ制作者とかってね、で、投稿クリップスっていう、その、クレジット書かなくていいんで。むしろ書かないでほしい。なんか、よからぬ、その、何かが来るかもしんないから、誰だよ、そいつ、みたいな形でね。で、なんかその、上から目線の人からね、僕のデータに文句、なんか下手に文句言われること多いのよ。僕はそんなつもりないのに、なんか対抗意識燃やされましても、って感じになっちゃうんだ。だから、僕の情報書かないんで、いいんで、勝手にダウンロードしてく、もう使っていただければ。で、何かの表紙にあなたが歌ってみたで、僕のデータ使ってくれてたらね、それを、偶然僕が見たときに、あ、これ僕のカラオケデータだ。で、ニヤってするのがいいの、僕。有名になりたいとか、そういうんじゃないんだわ。誰かの役に立ちたいっていう気持ちだけなんで。なので、その、クレジットとか、書かなくていいんで。あ、でもね、曲名と、オリジナルのボーカリストの名前とか、作曲者が、ね。シルバーナさん、作曲、作詞。あと、ボーカリストはアキナさんと、前島麻由さん。オリジナルシンガーと、曲を作った人の名前。あと、できれば、Your Majesty?
のそのゲームのタイトルもちょっと書いてあげるとゲーム会社さん喜ぶと思うんで、そっちのクレジットはちゃんと書いてあげて、この今回歌った曲は、こういう曲を使いましたみたいなね、この方の曲を歌ってみた、やってみましたっていうことで、曲の情報で、その曲の何でその曲が使われたのかっていうことで、ゲームタイトルもう終了しちゃってるけどね。で、僕のカラオケデータのデモとは書かなくてもいい、書く必要はない。むしろ書かないでほしい。書いてくれてもいいけどね。でもどちらかというと書かないでほしいっていうのが僕の意向です。そんなやらしいからね、作った人なんかね、よくいるでしょ、そのコピーライトとして名前をちゃんと書いておいてください、タグ付けしておいてくださいとか。僕はそういうの大嫌いなんだよね。自己アピール強すぎるだろうっていう、僕はそういうの嫌いなんで、そういうのはやんなくていいです。あなたのご自由に。とにかくそのあなた自身がね、その何か有名になるきっかけになれば、僕はそれだけで嬉しいんで、そのお手伝いをしたい。強制的にこっちから勝手に頼まれてもいないのにね。で、このね、前さんの曲ってさ、有名なものは有名だけども、こういったあのゲームで使われた曲ってさ、結構埋もれちゃってんのよ。で、あなたが歌ってくれればね、日の目見ることができるから、その作曲者の方も喜んでくれると思うし、ゲーム会社なんて喜ぶでしょ。今やサービス終了しちゃってさ、もう広めようにもさ、もうゲームが続行できないんだから。もう終わってしまったゲームをさ、今このね、2024年のね、4月、5月、6月と、終わったゲームをまた掘り下げて扱ってくれるなんて、もう願ったりのことだから、ぜひとも歌ってみた。この曲、かっこいい。で、ワンコーラスだけでも公式の、Your Majesty の公式の方でワンコーラスだけでも PV も見れるので、ぜひご自身のパソコン、スマートフォンでもちょっと見て、曲覚えて、カラオケで歌ってみよう。自分で出せるキーだと思ったらね、ぜひ歌ってみたでね、僕の今後か、公開する、無料配布するデータを使ってね、カラオケやってみていただきたいと。で、著作権どうなのかなっていうのは、その配布のデータをダウンロードする前に、この動画にもう一回見に来て、で、説明の概要欄見て、で、もし、僕のこの動画で著作権引っかかったら引っかかったって書いておくから。で、もう、その、なんだろう。田島さんの曲ってさ、田島じゃないや、前島さんの曲ってさ、有名どころは有名だけども、無名なものは、全然有名になってない曲が有名な曲でさ、有名になってない曲、有名な曲を歌うよりも、有名じゃない曲で、前島さんの曲、で、明菜さんの曲、有名じゃないものを歌う方が、視聴率稼げるというか、その、差別化図れるから、他の人は全然歌ってないんだよ。その、アナーキー、この曲のタイトルで検索してみて歌ってみたって、やってる人そんなにいないから、今現時点で。しかもフルコーラスだよ。まずいないから、やるんだったら、今、この、公開した直後に速攻収録して歌取ってアップロードすれば、もうある人にとっては前島さんね、タイトルに前島真由って明菜って風にね、ボーカリストの名前もちゃんとタイトルに入れておくこと、入れることね、これ結構重要だから、タイトルのね、SEO 的にもね。で、ある人にとってで見れば、あれこれ前島さんの新曲かって思うから、初めて見る人は。ところがこれ去年のね埋もれてた曲だから、前島さんの
ほとんどの人知らないはずだよ。ね、異世界おじさんだとか、ね、オーバーロードでリゼロで起用されたボーカリスト。あれ、この曲聞いたことない新曲かもって注目集まるかもしれないでしょ。美味しいでしょ。ぜひ、女性ボーカリストの方でキーが出せる方は一本取ってみても損はないと思います。つまり僕のカラオケデータ使って歌ってみたらやってみてほしいんだ。で、名前は書かなくていいからね、僕の。で、近日、公開しますんで、カラオケデータ。ぜひ使ってみてください。ここまでご視聴ありがとうございました。こんな感じで、今後もいろんな曲を、僕ならではな、サウンドに仕立てて、オリジナルの原曲に迫る品質でお届けしていこうと思いますので、もしよろしかったら、チャンネル登録、低評価を押してから、低評価ですよ。低評価を、この動画の低評価を押してから、チャンネル登録よろしくお願いします。では、次回の動画でまたお会いしましょう。よろしくお願いします。それではまたねー。